ことができましたからね。バントする。いいバントになった。ピッチャーボールを取る。送りバント成功です。2アウトになりましたがランナー得点圏。井口監督分かってますよね、次の1点がということですね、勝負を左右するっていうのはですね、だからこそワンアウトでも送ってきましたよね。外野陣が前に出てきています。レフトスタンドのマリーンズファン、打球は右中間だ。ライトの頭を越えた。佐藤がホームに帰ってくる。荻野は三塁に向かっていく。タイムリースリーベース。前進守備の頭上を越えていきました。荻野が右中間割っていきました。タイムリースリーベース。3対2。外のやはりうまく合わせましたね。スライダー。前進守備の正木の頭上を越えていきます。ある程度読まれていたって読まれていたでしょうね。